こんばんは。やってまいりました。ああ、こんばんは、英子さん。いらっしゃい。いやーねーこれ、昨日、ありがとうございました。ドッカーンと山ということで、山ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ああ、プラニさんいらっしゃい。プラニさんいらっしゃい。これは、あれですかね、ごめんってドラマチックでしたんで、いろいろあるね。いろいろあるね。プラニさんいらっしゃい。ちょっと待ってね。よいしょ。これは、昨日の外のやつ貼ってくれたんかな？ちょっと待って。ああ、そうですね。そうですね。昨日なんですけど、ちょっと忘れないうちにやっておきましょう。まず公開された動画の URL でね、ありがとうございます。ひとまつあ、エイコさん、いやお茶まくありがとう。これでイエイエイエイ。路上のコンパクト化進めたいと思います。めげずにまた上野も頑張るぞ。生きていきます。サンキュー。皆様からいただきました投げ銭は私の音楽活動配信活動のために大切に使わせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、昨日は最後ですね、怒られてしまいましたけども、通報らしだったらしいんですけど、あれ多分ね現場だと思う。俺ね、いろいろ憶測はあるんですけど、現場だと思う。なぜかというと、プラリンさんがでかいと思ったっつって音がでかいと思ったというおっしゃってたんで、まあプラリンさんほらいろんな路上を見てるからあれ絶対前の商業施設から行ったんじゃねえのと俺は思ってんだよね。で、あの若い子たちはね、多分ね、お店が終わる時間を見計らってやってんだと思うんだよな。あのすぐに始まったのはね。URL は昨日のあの路上の模様をまず第一弾としてあげまして、そういう絵を撮ってたよと、そういう絵を撮ってたよということを皆さんに分かっていただきたかったんですね。で、いくつか撮ってあるんですけれども、当然最後も押さえてます当然最後あれどうなってたのという絵も押さえてあるんですよ。絵と言いますか動画がね。さあどうするかなとどういうアプローチというか、どういう切り口であげればうまい加減にいくのかなというふうに思ったりしておりますね。まあ何せはもう何ちゅうんですかね、やっぱ年がね、いろんな意味で年が邪魔をしますね。まあ、何をするにしても、そのいい年をしてというのが、まあ僕自身が頭の後ろ側にかすめますからね。どうするのが一番いいのかね。まあそんなわけでですね、昨日は、まあもし現場でなくてね、よくあるその配信経由のだとしてもですよ、その方はちょっとよく分かってないんだなと思いましたね。通報なんか入って止まったら配信者としては美味しいと思うんだよ。申し訳ないけど、俺年寄りだから割とちゃんと真面目にやってますけど、配信者としてはああいうのは美味しいって言うんだからね。10メートル離れたところで録画してたのにマイクに音割れするぐらいでそれは怒られると思います。それは怒られる。俺もうなんかでもさ、可能なくようなやつ、まあもちろんほら
配信には綺麗に載ってるような形にして可能なくようなやつでやってもいいんだけどね、やってもいいんだけどねそうそう、いやだってさ、あのほら昼上野の京成のさ、西郷さんの方に行く、上野公園の方に行く階段あるじゃないですか。上野方に公園の方に行く階段あるじゃないですか。あれの上の方に人が座ってさ、なんていうんですか、応援してくれてたからね。少なくともあそこまで音が通ったってことなんですよ。音がね、あそこまで通ったってことなんですよ。大丈夫ね。今日は700キロ先に離れたセッション相手のロボチさんがお休みで、またドローンでドローンにトランスフォームしていろんなもの撮ってきますって言って いなくなっちゃったもんですから、私が今日は一人でやらせていただきます、務めさせていただきます。最近は車も静かですから音がよく通りましたって、あーね、だから怒られちゃったんだね、街に怒られちゃったんだね、うん、あーマッツンさんいらっしゃい、ごめんくださいということでね、いらっしゃ い、昨日なんかどうもありがとうございます。気がつかなくてごめんなさいね。でなんだっけ、音追してくれてたの、なんかツイッターの方で音追してくれてたんだと思って確認したんだけど、あれ何だったんだろうなと思って、音追が載ってなかったの。どうもありがとうございました、いろいろとねお世話になりましてありがとうございました。まあなんかいろいろたくさんね来ていただきましてありがとうございました。まあ来場数の割にはコメント数がたくさんあって、まあ非常に理想的な形だなというふうに思いましたね。ああやって毎回動画を撮ると何か神がいや俺ほんとそれはね思った。まあちょっとねやっぱりやっぱりちょっと普通じゃんいい意味でも悪い意味でも普通じゃないんだよ普通じゃないんだよ、うん、ドラマありますよねってことで、いやーだからねちょっとねハードルが上がっちゃってる感じがして、うん、音追しました、いいねとリンクのクリッカーって潜って聞いていたのかもしれません。そうそう、だから音追のあれが見つけられなかったの。ひょっとしてツイッターいろんなアカウントでやってます、マッツンさんはツイッターいろんなアカウントでやってんの、あれでそれでちょっと見つけられなくて、ちょっとお返事というかお礼を書きたかったんですけど、あれ何だったんだろうと思って、この場を借りてお礼申し上げます。この場を借りてね、ありがとうございました、ありがとうございました。あーそして、あーやすさんいらっしゃい、こんばんは昨日は大騒ぎでどうもすみませんでした、ありがとうございました。あこれでやって、あそうですか、そうです、ちょっと探してみますね、ありがとうございます。昨日はどうもありがとうございました、大騒ぎになりました最後ね、まあ、大騒ぎではなかったんですけど、大騒ぎではなかったんですけど、普通に怒られて撤収かなと思ったら誓約書書かされて誓約書書かされちゃって、でいやプラニさんがずっとそれ撮ってくれてたのそれも船歌撃沈っていうタイトルで近日公開しますから俺さ船新さんいらっしゃい、こんばんは、お待ちしてました、ありがとうございます、ゲッいらっしゃい、お待ちしてましたよ、ありがとうございます。いやねずっと押さえてくれてたのあの絵をで、そう誓約書、ほんでプラニさんにこれひょっとしてもう上野じゃもう無理かねえなんていう話をしてたんですよね。これは美味しいって俺も途中で気がついてさ音消してって言われて音消したんだよ。でアンプ落としたね、アンプの電池落としたわけよ。そしたら途中で俺気がついたの、あれこれ配信用の外部マイク、配信周りの環境を撮るようなマイクが生きてるなこれと思って、それで美味しいってすいませんすいません申し訳ないです。じゃあちゃんと音は今度から下げますからね、あ
川井谷さんいらっしゃい。昨日ともありがとうございます。ご心配おかけしまして、シャバに出てまいりましてシャバに出てまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます、川井谷さんどうもどうも。いやね、これね、誓約書ね、誓約書書かされたんだけど、でまあ俺の住所と本名もちゃんとあれだったんです出てまいりました無事に出てお勤め終わりましたほいで、よくよく思い出せばね、あれコピーもらっときゃよかったんだけど、よくよく思い出せば、要は、ここは道路、ここは道交法に違反する場所ですということを、理解しましたみたいなのに制約させられたわけね。でそのここはっていうので住所を特定してんの、住所あそこは何番地でどうのでっていうのをちゃんと書いて、その上でサインしてるのね。だからまだまだ番地の違うところで頑張ればいけるんじゃないかと、うん、本物だよ本物だったのかって何、本物だったのかって何、じゃあひろこじ口頑張りますよ、ひろこじ口えここ道路だったんですかって、うんここ違うでしょって、配信後に動画をご覧くださいと、うん、あ街の喧騒の中で歌う感じがいいですということでね。あそうですね、 YouTube の方にさっきあのプラニさんが上げてくれ、あの貼ってくれたんですが、第1弾を貼っておきました。ありがとうございます、プラニさん、ありがとうございます。第1弾を貼っておきました、第2弾第3弾になるかはちょっとわからないんですけども、ちょっと編集をどうするか迷ってるんですけども、まあなるべく反社と思われないようななるべくちゃんと俺はちゃんと適合者だよということを案に分かるような、あの上げ方をしたいなと思っています。はい、決して逆らう気はないんです、権力にっていうね、うん。さあそういうわけで職質、そういうジャンルあるじゃん、そういうジャンルありますよね、職質動画ってね、ジャンル職質じゃなかったんだけど誓約書書かされましたけどね。まあよくあることですよ、よくあることですよ。でかえってあんなに長くいていただいて、そしてたまたまね、たまたまカメラクルーがいたじゃないたまたまその時の動画を撮ってくれてる人がいたんで、よかったなってそう、俺ね施錠歌おうと思ったんだよ、これ施錠歌った方がいいよな配信のデモと思ったんだけど、すぐ撤収って一応な書かされたしなと思ってやめたちょっと今までと違うパターンだからなって思った撤収、うん、施錠歌っときますか。あ、A子さんのリクエスト、 A 子さんリクエストいかがいたしましょう、これやっぱこれですか、お任せな感じですか、英子さん。番地、そうそういうこと。いや、あのね、法律論争をしても仕方がないんだけど、あ、お任せしますって、了解でございます。わかりました。お任せください。法律論争をああいう現場でしても仕方ないんだけど、本来は、分かってるんですよ、僕も。路上配信、路上ライブをやっていい日本の道路は一本もないんですよ、日本全国に。すべて道交法に引っかかってくる。で、ただ、非常にグレーな部分があって、占有してなければいいわけよ。つまり、歩きながら歌ってる分には誰も止められないわけ。だけど、まあ、基本的にはみんな止まってやるじゃない？で、俺の場合は、フルで昨日組んで、プラニッツさんも驚いてたけど、フルで組んでんのよ、箱の中でやれそうなことを。でアンプもパワーのあるやつ持ってっちゃってるから、それは道交法言うわなすぐ移動できないんだもん。だって日がたりは昔に比べて減りました。あ、そうなんですかね。そうな、ただね、やっぱりこのツイキャスとか YouTube とかで簡単に情報が出てくるじゃない、どの場所はやれるんだ、いや、あるいはやれそうなんだという情報が
共有されますよね。俺ももうやったけどそれわざと、で結局ね、ライブハウスでみんな座れてるってことに気がつき始めたんだと思うんだよ。若い子も耐えられなくなってきてるんだと思うんだよ。このノルマとかいうぬるまというか、ライブハウス、ライブハウスウィンウィンじゃないじゃない。日本の場合はライブハウスと会う人は基本的にウィンウィンじゃないから、でそうするとやっぱりみんな路上出るよね。路上出る。そう、全部担いで本当のストリート、あの一人バンドみたいなやつ、後ろに太鼓を担いでリアが、いやでも本当それぐらい考えないと、それぐらい考えないと、あのフル装備でやるのはなかなか難しいね。やっぱね、あのもたもたやっぱりね、セッティングに20分も30分もかかってたら、そら一発目のあそこじゃないけど、そら警備員出てくるわって感じ。何やってんだ、警備員が出てきたからね、最初ね。で場所移動したわけだから、でおまわりさんに怒られたそう、これはもう車載ライブしかないですね。だからネイチャーチャンネルはそれで行きたいんだけどね、ネイチャーチャンネルはもうフルで行けるから、ネイチャーチャンネルね、それはやりたいなと思ってるんですよ。昔ゆずが出てきた時はゆず一緒、あーこんな抜け方があるんだって感じね。ゆずとあとなんだっけ、ほら小袋か、ゆずと小袋はストリートって言われてるよね。言われてるけど本当のことはわからない。今は路上もちゃんと後ろに悪い大人がついてたりするんだよね。あ、こいつはそうでないなっていう人は応援したいけど、悪い大人がついてるのはちょっとなって思うわけ俺は。悪い大人がね、悪い大人がついてると、夜中でも繁華街で若い子が歌ってても事故がないわけよね。悪い大人がついてると、リカちゃんハウスみたいにパッと広げてパッと片付け、あ、まあそういうこと、そういうこと、そういう感じを、そういう感じにしたいですね。そういう感じにしたいですね。そういう感じにしたいですね。工夫します。さあそれではまず英子さんの投げ銭リクからいきますか。いつでも打てるようにしとかなくちゃ。これ何これ何、柿あ、柿ごめん忘れてた新さん忘れてたおっと新さん忘れた頃の新さんありがとうございます申し訳ございませんでした、新さん。ありがとうございます。せっぺんあ、みかんか、あ腐ったみかんを腐ったみかんを歌えということですね。わかりました。ちゃんとリクエスト終わってからね、お任せリク終わったら行きましょう。爆竹のマンジュシャカオ、今あなたに会いに行くよ、誰も消えた迷い道、ごめん忘れた、ごめん、あ、やっぱりな、間違ってた。失礼しました。あ、秋のアレンジ、これか。ちょっとまんじゅうしゃかじゃないんですけど
今あなたに会いに行くよ。誰も消えた迷い道、ただ一目だけでいいよ。風に揺れる彼岸花、眠りの中だけでいいよ。忘れてしまえばいいから、やめるものの夢と夢さ、忘れてしまえばいいから、全部血を吐く桜、黄色の酔い、毒は回り、腐乱の匂い、夕立近く紫と息、骨を溶かす雨粒の音、稲妻が小顔を映す、かすかに微笑んでるみたい、降りしきる雨音に紛れ、どうってこそないさ、つぶやいてみる、声を殺したまま叫んでいた。もってことないさ、つぶやいてみる、増えないふりして、知らん顔して、かすかに微笑んでるみたい、降りしきる雨音に紛れ、どうってことないさ、つぶやいてみる、声を殺したまま叫んでいた。どうってことないさ、つぶやいてみる、聞こえないふりして、知らん顔して、どうってことないさ、大丈夫きっと、どうってことないさ、大丈夫きっと。ただ一目だけでいいよ。風に揺れる彼岸花、彼岸花の季節も終わりかもしれません。ドッカーン、沖縄にはまだ彼岸が咲いているということで、あーこさん、またありがとうございます、ありがとうございます。ヒットババッチコイっていう、あ、すみません、読み落としでした。ありがとうございます、パチパチ、ありがとうございます。ダブルでいきましょう、ダブルでいきましょう。
ありがとうございます。さあそれでは英語さんに、あ、お茶マーク、あ、お茶10個ありがとうございます。皆さん、私のこの出生を祝っていただければと。すいません、それ信用する人いるからあれですからね。お疲れ様、頑張り、私の音楽活動、配信活動のために大切に大切に使わせていただいております。ありがとうございます。あ、それでは、ありがとうございます。それではね、昨日ちょっと心残りだった曲を歌いたいと思います。それでは、これですかね、秋じゃない、これでいくか、やはり。
世の中はいつも変わっているから、頑固者だけが悲しい思いをする。変わらないもの何かに例えて、その度崩れちゃそいつのせいにする。しぶれひこるの波通り過ぎてゆく、変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる者たちと戦うため、中はとても臆病な猫だから、たあいもない嘘いつもついている。包帯のような嘘を見破ることで、学者は世間を見たような気になる。しぶれひこるの波通り過ぎてゆく、変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる者たちと戦うため、しぶれひこるの波通り過ぎてゆく、変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる者たちと戦うため。変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、ちゃんいらっしゃい、こんばんみ、金髪さん、俺の生徒にナンバーしようとかということでね、
昨日はお疲れさん、あ、出てきましたよ、出てきましたご心配を、いろいろご心配をおかけしたようでありがとうございます。バチバチどうもありがとうございます。なんちゃんごまーということでね、バチバチどうもありがとうございます。それからアイテムの拍手もありがとうございます、ありがとうございます。あの時の模様はですね、次かまとめるかどうかちょっと迷ってるんですが、あの時の模様は今こちらにいらしていただいたあのこのプラリンカメラマンががっつり押さえてましたんで、あの時の模様はがっつり押さえてますんで、船唄撃沈というタイトルで、はい、やらせていただこうかなと思っています。金八歌っときますか。地球がちょっと、タイさんいらっしゃい、こんばんは、いらっしゃい、お待ちしておりましたでございます、ありがとうございます。昨日タイさんすいませんでしたね、なんかね、なんちゅうのか、予定を組んでの上の入りでなかったもんですから、ちょっと中途半端な誘い方になってしまって申し訳なかったです。いずれも皆さんお忙しいんで、私もちょっとね、いろいろ遠慮気味な感じでしたけど、あ、ご挨拶をね、どうもありがとうございます、ありがとうございます。上の残念でした、行く気満々だってんです、あ、まあね、お疲れで無理なところっていうわけにもいかないでしょうし、またの機会でね、最後ね、録画を見てもらったらあれなんですけど、最後怒られちゃいましてね書かされまして、書かされまして、一時はね、ああもうしばらく上野は無理かなって思ってたんですけど、よくよく思い出すと、あ、まだいけるわと思って、まだいけるんだと思って、またの機会があると思います。あの撮影でアーシャ最後の腹立つ大丈夫ですよ、そんなことしてないですからね、皆さん誤解しないでくださいよ、誤解しなくて、もういい年をしてってのがこう枕言葉につく年だからさ、なんかアーシャの撮影でね、もっと危険地帯、実際に演奏するったっけ、一曲弾き逃げみたいな、アンプも持っていかないでみたいなのを、プラニさんが誘っていただいてるんで、今度また新宿とか新宿も厳しくなったみたいですよ、ツイキャス勢が新宿で歌い始めましたからね、まだね、穴場だった時にやってた人たちを俺知ってるんだけど、実は新宿できるんだっていうのを知ってるっていうか、知ってたんだけど、もう最近はなんかツイキャスでみんなやり始めてさ、めっちゃ厳しくなったみたいねめっちゃ厳しい、でもすごい巡回してるらしいからね。東京から少し離れて、いやひどいよ、俺がほら相模原から来てるっていうの、まあ分かるわけよね、住所書いて、あー相模原が遠いですねみたいな言ってたでしょ、言ってたでしょ、ほんでね、よく聞くと入ってるかもしれないんだけど、ユーニコとかいて、あの人、じゃあ立川とかでどうとか言ってちょっと待って、それど君はただなんか大仏を押し付け合ってるだけじゃねえのみたいな言ってたよね、立川でどうとかってそれ違うで、説得力ないよなと思ってさ、あ、俺相模原市ですよ、相模原市ですよ、山の方ですけどね、山の方ですけど、相模湖ですよ、相模湖です。ほいでもうさ
立川なんかダメですよ、立川ワンコーラス歌わせてくれませんよっつったら、ああそうなんつってたけど、いやいや、そも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 他の管轄に押し付けてどうすんだよって、他の管轄に、マジか、近い、ああそうなんですか、ぜひまた八王子ね、八王子で、八王子でやることありますから、その時はあ、いけるっつったら八王子来てください、八王子ね、そしてお金を落としてってください、八王子警視庁、そうよ、他の県警に任せるんじゃなくて警視庁管内だからね、立川どうだって立川なんて評判の悪いとかやらないよね、うん、まあでもね、いや俺ね、でも厳密に、いや実はまああんまり言うとあれなんだけどな、あんまり言うと言わんだろうかな、まあざっくり言うと実は路上も超絶安全圏とそうでないところがあるんですよ。タイル1本、タイルっていうかね、道の線1個隔てて安全地帯とそうでない地帯があるので、それは事前に基本的には把握していかなければいけない。で僕は あそこは危険地帯だって分かってやってたよ、危険地帯だって、うん、もっと危険地帯に行こうとしたんだけどね、だけどあそこの方が実は安全だったかもしんないねって思ってる。もっと危険地帯に最初行こうとしたんだけど、まあまあちょっとね、基本的には音がでかかったっていう次回はもう少し手ぶれしないように頑張ります、よろしくお願いします、よろしくお願いします。あれも月曜だから酔っ払いがいなくて安全、あ、そうですね、そうですね、まあ外人の方といい、酔っ払いの方といい、あと最初の女の子たちといいね、であれずっと階段のところで見てくれてたんだよね、皆さんね、だからまあまあ町としては非常にあったかいなと思いましたよ、町としてはあったかいと思った、うん、確かに酔っ払いはうざいかも、ね、のんちゃんね、おまわりさんも酔っ払いも配信的には美味しいんだよ俺もなんかさ、俺弾き語りとして乗していきたいんだけど、だんだん配信のみたいになっちゃってさ、まあ申し訳ない、別に社会にご迷惑なことをするつもりはないんでね、それはもう繰り返し言っておきますよ、全くそういうつもりはないから、俺炎上とかそういうの大嫌いだから、うん、最大の敵やから、そう、勧誘来ましたね、勧誘来ました、うん、茨城のお父さんも励ました、そうですね、懐かしそうにしてましたね、ああいう人たちはほら、流しがいた時代を知ってるからね、俺も東京に出てきた時にまだ流しがいたもん、流しいた、だからああいうの知ってる人たちだよね、年寄りはね、いきますか、ああ。そうだ、ボーカリストだったんだぜひ路上やってください、ぜひ路上頑張ってください。神奈川県だと、これもちょっと言わない方がいいな、まあなんかやりたいなって思われたら、どの場所がいいですかって、何線沿線でどの場所でどの辺がいいですかって聞いてくれれば、もうほらツイッターつながってんだから、うん、しないしない、あ、そうですか言っていただければ、あ、この辺いいみたいですよってのはお知らせできますんでね、ああ行きましょう、あ、見に行くの専門、まで見える道で君と手を
握りしめた手渡す言葉も何もないけど思いのままに生きられず心に一度つぶて投げて自分を苦しめた愚かさに気づく私は悲しみ繰り返すそうだ人なんだ人として人と出会い人として人に迷い人として人に傷つき人として人と別れてそれでも人しか愛せない二人会えばいつも心はすぐに途切れてしまう膝を抱えてうつむくことばかり鳥のように生きたいという空見上げて立てつむけれど翼は愚かな憧れと気づく私は大地に影を通し歩く人なんだ人として人と出会い人として人に迷い人として人に傷つき人として人と別れてそれでも人しか愛せないそれでも人しか愛せないありがとうございます。愛せ、加藤松田。お前たちは俺の生徒だ。お前たちは俺の生徒だ。鼻が詰まってるということでね。サトルさんいらっしゃい。ありがとうございます。バジョジョどうもありがとうございます。いつもありがとうございます。そうですね。金八先生は。金八っ子だから俺金八っ子だから金八の教え子だから俺あ心の師だからうんあご挨拶どうもありがとうございますありがとうございますありがとうございますさあそんなわけでね金八シリーズはこんなところで金八シリーズはこんなところでえ今何分えあもうあれなんですね今日はね沖縄に行かれてる方がいるということでちょっと沖縄の曲を行きたいなと思いますありがとうございます今日沖縄からっていうね沖縄からっていう方がいらっしゃるんで沖縄の曲を歌います沖縄の曲ってか沖縄の人が歌ってる曲ね沖縄の曲は俺歌えないんだけど沖縄の人が歌ってる曲を歌いたいと思いますいやーさあそうそうそうあそれもやりますけどねそれもやりますけど
けそうやね。いきますか。あ、リカさんいらっしゃい。こんばんは。あ、配信されてましたね、さっきね。お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよリカさんも路上デビューですか。違う？ねえ、ちょっと。ちょっとリカさん、いよいよ路上デビューですか。誰が…いや、なんかさ、あの、あれなんだけど、リカさんの駅前、リカさんの、リカさんの住んでる土地の名前のついてる駅前でできるみたいですよ。そう、リスナーさんが教えてくれた。駅前で できるったっけ、そら怒られることはあるけどね。でも、あの、昨日俺怒られたのは、音がでかかったみたいからみたいなんですよ。音が…とにかく音がでかかったらしくて、あの、昨日はあの、プラリンカメラマンが来てくれてたんで、あの、でかいと思いましたよっつって言われた。でかいと思いましたって言われた。うん、だからね、やっぱりね、道を道をちょっとの間拝借してますみたいな。だからね、まず最初は20分くらいやって、ちょこちょこっとまた別な場所でやるみたいな、そんな感じでいいんじゃない、ちょこちょこって。なんかそんな気がします。さあ行きますかね。そう、それはそう、もちろんそれはそう、それは必要です、それは必要です。俺も謙虚だったんだけどね、音がでかかったみたいです。はい。非常に音がでかかったらしいです。うん、まあふてぶてしいよね、ふてぶてしい感じはあると思う、ふてぶてしい感じはあると思う。うん、それでは謙虚の姿勢でなどそうそう歌います。本日は沖縄から来ていただいているリスナーさんがいらっしゃいます。行きましょう。ちょっとよかった。そう、謙虚に大音量でしたよ、謙虚に大音量でしたよ。心いっぱいあなた探し
ず悲しみにも喜びにも思うあの笑顔あなたの場所から私が見えたらだそうそう会いたくて会いたくて君への想いなだそうそう想像でした。あやさん、歌詞をどうもありがとうございます。あやさん、ありがとうございます。ドカーンということで、すいえいこさん、ありがとうございます。うっとりですわということでね、リカさん、路上頑張ってください。リカさんはでもね、人前でやるの慣れてらっしゃるから、あるね。あるリミッターが外れたらね、ガンガンやると思うよ。もうそういう女性をね、僕知ってますけど、最初はなんかね、もう恐る恐るやってたのに、だんだんなんかね、商店街の人とかと直接交渉してさ、商店街の人巻き込んでそれこそ公認でやってるような、そういう女性を私知ってますよ。リカさんなら大丈夫、介護施設の歌姫なんですということでね。なるほど、ナイスですということで、ありがとうございます。パチパチをどうもありがとうございます。さあ、それではすいません、何度も申し訳ございません。そして英語さん、いつもありがとうございます。路上のコンパクト化、さらに推し進めたいと思います。
あれじゃあ地面に根っこが生えてるような装備ですもんね。そうやって生きてゆきます。サンキュー。皆様からいただきました投げ銭は私の音楽活動配信活動のために大切に大切に使わせていただきます。ありがとうございます。またあのリクエストの方をお待ちしております。さあ続きまして沖縄の歌を、あ、沖縄の人が歌う歌をいきましょう。なんだっけ、いいんだっけ、いいんだ。
として笑いもできる。人は人として涙も流す。それが自然の歌なのさ。心の中に心の中に花を咲かそうよ。泣きなさい、すべての人の心に花をでした。最高ということで、ね、パチパチどうもありがとうございます。沖縄からの沖縄から大人のおもあ大失礼大人のお色気の、宮城さんの声に鼻血が出そうですということでありがとうございます。なかなかね、私歌唱はね、歌唱はあまり褒められないんですよ。特にいろいろ言われるんですよね、裏でもね、いろいろね。だから歌唱はまだ伸びしろがあると実は思っていて、もっと泣かしちゃうぞ失礼しました。花火拍手、相手は拍手、相手は拍手、さよならスタンプ、ありがとうございます、ありがとうございます。歌はね、俺多分でもね、本当まだもう伸びしろあると思うんですよ。ギターもだけどお前ギターは大丈夫なのか。ギターもなんですよ、もちろんギターもなんですけど、ギター歌の方がまだ分かりやすく成長できると思うんですよね。で自分で分かってますからね、自分で分かってますよ。いろいろと批判といいますか、批評、悪い批評があるのは知ってます。私もです。歌唱は褒められません。にゃんげんさんの歌はいい味が出て好きですよっていうことでね。そうだからね、人を選んじゃうんですよね、歌がね。ギターも歌も好きですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。いやね、そうやって女子に褒められるとね、なかなかこの照れるもんでございますよ。本当に照れるもんです。いきますか、沖縄の歌を続けて。ちょっと照れるからコメントなしで沖縄の歌をいきますか。なんだか分かります
なんだか分かりました今、うん、いけるかな、これでいいんだ、あ、分かりません、分かりませんよね、分かりませんよね、すいません、なんかお腹がふっくらしたような気がする、あ、恋しくてですよ、恋しくてです、はい、ふっくらしましたよ、 気じゃないです、だから リアルにそうですよ、リアルにそうです、 Begin、ね、行きましょう、すいませんでした。恋しくて泣き出した日々なども忘れたの、今さらは戻れない、傷つけ合った日々が流す戻る気はないなんて嘘をついて笑ってても信じてた、もう一度もう一度あの頃の言葉、行き詰まりの嘘、好きなら好きと背上げ言えばよかった、 I remember、 Do you remember
わけもなくて笑った頃 I remember、沖縄出身の方が歌われた曲、最後は恋しくてでした。あやさん、歌詞ありがとうございます。これはまだ伸びしろがあったかな、これはまだ伸びしろがあったかな、すいません、ありがとうございました。あパチパチありがとうございます。拍手クラックありがとうございます。さあ最後の曲を歌います。私のこのコーナーという私のこの配信ではビギンのこれとはセットになった曲がございます。途中コメント聞かなかった、あ、そうなんですね。よいしょ、ツイキャスも2個もそれぞれ基準がね違うからね。
ずかしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき、時間だけ後戻りしたの。幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない。友達ならいるけど、あんなには燃え上がれなくて、失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。薄着さった優しさも今は甘い記憶、 Sweet memory。Don't kiss me, baby. We can never be. So don't at more pain. Please don't tell me again. I have spent so many nights thinking of you, longing for your touch. I haven't loved you so much.あの頃は若すぎて、いたずらに傷つけ合った二人、色褪せた悲しみも今は遠い記憶、 Sweet memory。美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い記憶、 Sweet memory。スイートメモリーズでした。あー、ありがとう。あー、赤字ですね。あ、ちょ、あ、尺ぴったしじゃないですか。尺ぴったしですね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。素敵です。ということでね。あ、これもまだ伸びしろあります。伸びしろあります。ありがとうございます。パチパチーということでね。皆さんいろいろご心配をおかけしまして、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、あ、今日もう行こうかなと思って、さすがに疲れちゃって。また出れる時に出るという感じで。全国制覇していきたいと思います。全国制覇無理か。路上頑張りますんでね、皆さんどうぞよろしく。そしてロモの方は来週多分あると思いますんで、一つよろしくお願いします。そして、あ、プラニーさん作品の貼っていただきありがとうございます。昨日の路上の様子はこちらのチャンネルで、分割して
今日は第1回目を投稿しました、昨日のおまわりさんとの様子もバッチリ押さえてますんでね、ぜひまた追っかけていただければと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。長い時間ありがとう。またのお越しをお待ちしております。